はい、それでは運動方程式と力というふうに書いたんですが、まあ実際は運動の3法則の話をしていきたいと思います。で、まず一番最初冒頭でもお話をしましたが、もしかしたら見ていない人もいたと思うので一応この話をしておきます。まあできればね、見て帰ってみてください、戻ってみてください、何を見てほしいかというと君の暗記物理度チェックっていうところです。そうすると結構あれは結構ミスりやすいとか間違いやすいね部分をまとめてあるつもりで、ね、あんなのがどうしてどうしてなんでなんでダメなのね、なんでもっと早く出るの何何ね、そういうのは解説編のことしていきますから。でも結局解説編でどんなにいろいろ僕は教えてもですね、基本的なことが分かってなかったら何にもつながらないんです。で今日は特に大事な部分ですね。よくこんな人がいます。皆さんさ、エネルギー法則好きですか嫌いですか。結構ね、僕受験生を見ていて正直思うのがエネルギーが嫌いっていう受験生が結構多いんですよ。で、なんで受験生がエネルギー嫌いか、それは簡単な話です。ね、それはまたエネルギーの部分でもお話をしますが、ここが今日話す内容が抜けてるからです。間違いなく。ね、そしてもう一つ。これ。ね、怖い。この、今スモール M とラージ M の物体が今こうやって重ねておいてあります。床にあるんだ、ね、でそこの床から受ける垂直抗力の大きさはいくつですか。こいつ舐めてんのかと、何言っとんじゃんこのメガネと、ふざけんなと、そんなもん分かるよ、簡単ですよと。本当に簡単なんでしょうか。ね、じゃあラージ N の物体の、あ、ラージ N がはいくつですか、床から受ける垂直抗力はいくつですか、こう答えている人がいるでしょう。ラージ M という物体の上にスモール M という物体の質量の物体が乗っかっているから、これは全体でスモール M プラスラージ M だと。したがって垂直抗力はスモール M プラスラージ M の G だと。僕はこれ危険だと思うんですよ、かなり。何が危険か分かりますか。そうです、答えは合ってます。だけどこれをセンター試験でこの思考回路で解いてるんだとしたら、それはかなりまずいよね、かなりまずい。絶対模試でミスる。本番でももちろんそうだと思うんですけどね、それを今日はちょっと取っ払ってほしいなんていうことで、お話をしていけたらなと思います。さあまず一番最初にね、運動の3法則についての話をしなきゃいけないんです。でこの中で、まあ、僕受験生見てて正直思うんですよ、運動の3法則を言えない人がいる。それはなぜかというと、おそらく大事じゃないって思ってるからでしょうね。物理2をやる人の中でもしね、この3法則の中の1個でも、あ、これ別に大事じゃないんじゃないのって思うものがあったらそれはまずいよ。さあ今3つ挙げましたね。感性の法則、これが1番、これはすっごい大事ですね。でこれさ、学校で、あ、学校じゃない、ごめん、嘘嘘、学校じゃなくて、なんだっけ、見たことあるとね、中学校の時からやっているね、高校でもやったけどね、これすげえおろそかにしてる人結構多いんですよ、毎年見てて。これすんごい法則ですよ。何がすごいかって、皆さんのね、物理2をやってる人は特に解法の中で難関大系の問題があったとしましょう。すげえ普通に計算したらめちゃめちゃ時間がかかると言われている問題がありますね。他の人は数分かけて問題を解くでしょう。でもね、これちゃんと分かってる人だったら3秒です。で、そうするとね、あ、あいつはなんかテクニックを教えてるんだろうな、予備校でな。ね、なんて思われてしまう。そうじゃない。全然テクニックじゃないです。感性の法則は、絶対に君たちの視点を変えてくれますからね。まあ僕は今日はそこまで深い話はできないし、もちろん解答の解放の話はできません。ここはあくまでもまとめというところなので、ただしここは大事じゃないって思ってる人、物理2を使う人で特にそれはまずいんじゃないかなと思います。ありえないぐらい早いですよ。全てがシンプルに見えますね、正確にシンプルにって言ってます。さあ運動方程式です。
で2番が第2法則、あ、第1法則が慣性の法則、第2法則が運動方程式、第3法則が作用反作用。まあおそらくね、僕が今日思っている何を思っているのかと、僕は皆さんに何を伝えたいのかというと、この作用反作用の法則を普段から意識して使っていますかと。意識して使っていないんだとすると、さっきみたいなここで書いたような回答をしてしまいますねっていうことです。さあそんな話を、含め、まず1番の、慣性の法則の話をちょっと軽くだけしておきます。慣性の法則、そうですね、物理センター物理1のみという人に関しては、まあここはあくまでもセンターの、お話をするところですから、その人たちはまあとりあえずこれでいいでしょう。まあまた慣性の法則に関しては他の動画を上げるつもりでいます。だからそちらを見てもらっても構いません。だから慣性の法則は大事ですよっていうところね。で、そうするとあのさ、これじゃあ一体何なのかというと、例えば今からちょっと説明します、軽くね。今物体がここにありますよねと、スモーレムの物体。さあ皆さんに聞きます、こいつは何で止まってるんですか。力がかかってないから止まってるんですね。これが力がかかっていないにもかかわらず、まあ垂直抗力がかかってるけどね、誰か横に押したりとかしてないわけ、この物体はね。こいつが急にある日突然ヒュッて動き出したら、それは怖いよね。まあ動き出させようと思えばさせることもできますが、まあそれはまあまあいいや、ね。別にその手品を使うわけではなくてね、例えば、ね、じゃあなんで止まってるか、それはね、まさに慣性の法則で、この物体はここに位置にずっといようとしているんだ、その状態を保とうとしているんだ。例えばこの物体が今宇宙空間でも何でもいい、ね、等速でこうやってヒューってポンって、初速度与えてあげたら、ずっと速度その速度で動こうとする等速直線運動しますよね。でやっぱり物体は今度は逆に、なんでこいつは動いてるのかっていうと、この今のこの動いてる速度 V を持ってる状態を保とうとするんだ、ね、それこそまさに慣性です、ね、その状態を保とうとすると、でこのぐらいで十分でしょう。丸の2番、運動方程式 MA イコール F ね、これは有名なんですけどね。さあ果たして正しくこれを読むことができるでしょうかっていうことです。さあそれともう一つ、作用反作用の法則です。さあまずは今日この中で話していきたい内容は力です。いいですか。まずは力の話をしておきたいんですね。でまあもちろん3法則、押さえていく中で力の話をしていきたい。でですね、まあ今日は2番3番がどうしてもメインになってしまうと思いますね。1番に関してはまた他の動画で、あればそちら載せておきますのでご覧ください。さあ、力です。力ってじゃあ一体何なのかね、皆さん力って一体何ですかとね。僕はねよくこんな話をしています。エネルギー保存が苦手な人はぜひ見てくださいよ。ここすげえ大事だからね。さっきも言ってるかもしれませんが大事ですよ、ね、力学的エネルギーの保存も苦手、ね、そういったよく見てください。じゃあいきます。力ってじゃあ何だろうと、それはね運動を変えるものです。これが後になって響いてくるんだから、すげえ響いてくる。もうガンガン響いてくる胸に。ゴリラじゃないぜ俺は、ね、ガンガン響いてくる。さあ運動を変えるものが力です。で力がかかるポイントはね、皆さん力をさあ書きましょうって言われてね、この中でここにかかる力全て自信満々で全て書くことが僕はできますっていう人はいますか。でもねこれ書けなかったら問題解けないぜ、絶対どっかで曖昧なんだぜ。ちょっと応用問題を引き狙われたら書けない人って絶対最後解けなくなっちゃう。さあ1番ね、これ重力、あのねかかるポイントは、皆さんはセンター物理の人たちはたった2つしかない、2つしかない、ね、重力、それと触れているところ、まさに接触力ってやつですね。まあこの辺はですね、触れていれば必ず力がかかるんだと、まあ、この辺は知っているでしょう、聞いたこともあるでしょう。さあそこで
僕が君らに言いたいの大事なのはこれなんだよ。接触力がね、どうしても欠けない。毎年毎年です。さあ、じゃあちょっとやってみましょうか。あのね、まず注意事項があります。作用、反作用ね、これね、まあいいや。必ず意識してください。これ注意事項ね。それともう一個あるんだよ。どこにかかる力か。ね。どこにかかるかかじゃないよ。どこにかかる力かです。いいですね。で、なおかつ場所も決まってますね。どこから観測しなきゃいけないか。これね、受験生、まあ、解説、の中でまたしていくと、ああそれやっちゃうんだよねって、ここ意識してないんですよ。だからあえて赤で書いておきます。場所は、まあ一応少し柔らかめにしておきましょうか。外からっていうふうに書いておきます。まあ例えば要は地面からってことですね。地面から見る、まあ地面に観測者をこう、こうね、ね、もしくは等速直線運動している物体に、直線運動に乗った観測者、このどちらかの視点でしか書いちゃいけないんですよ。どっちかにしか載せちゃいけない。つまり外から見る状態か、つまり地面とかね、静止しているもの、静止座標系ね、静止している外に観測者を置いた時か、等速直線運動している物体の上に乗る。もう加速したらダメね。つまりまあこういうの完成形なんていうふうに言うんですが、ね、まあ動画の中でもしかしたら言ってるのかな、言ってないのかな、もう一個の方のね、完成形の、完成の法則のところでね、わかんないです、まだね、この時に、この時点ではまだ作っていませんね。まあまとめられたらいいなと思います。ね、まあいいや。で、外力で等速直線運動に乗った観測者。必ずこれをやってください。さあ、そしたらやってみましょう。いきます。重力、いいですか。僕たちは今観測者はどこにいるの。もちろん外にいるんだぜと、ね、外からこうやって立ってる、見てるんだよ、ね、こいつから見た時は立つしか力は絶対かかんないんです。それは重力、そして接触力、これが欠けないんだよ、これが欠けないんだよ。いくよ、やってみますよ。そしてもちろん一つ一つの物体に注目しろってことは言われてますから、一つ一つの物体に注目するよ。見てろよ。いくぞ。さあ、まずこの物体、スモール M の物体にかかる力から考えていきましょうか。まずは重力。あ、ちなみにね、まあいいや、後で答えよう。まずは重力。ね、重力 MG。それと、触れているところには必ず力かかる。触れているところってどこ？ここしかないね。この物体とこの物体が触れていますと。ね。そして、ああなるほど。さあ、そしたらここが N1 ですねと、ここまでいいな。あれ、接触力だろ。ってことは必ずこの物体がこの物体を押しています。つまり僕が今からここに書いている、青で書いているのは何かって言ったら、スモール M にかかる力、さっき言ったでしょ、どこにかかる力が、そして必ず作用反作用を意識しろって書いてあります。まずは重力書きました。ここはどうでもいい、あっさりクリア。そして接触力、触れているところには必ず力がかかります。さあ、その力の、力はっていうと、この物体がこの物体を押してますね。だからこの物体がここにいられるね、止まっていられる。そうじゃなかったらさ、だって、ね、これ上が押してなかったら、力見てよ、ほらこれ下に行きたくてしょうがないんだよ、 MG は。でも上にかかってなかったらこいつ止まってらんないもんね。それでこれがなかったらヒューッと落ちちゃうじゃん、これこの物体がね、っていう意味になっちゃう。まあいいね、これスモール M。 そしたらいいですか。ということは、触れている
部分、接触力ですから反作用は必ずあります、ね、反作用は今度はその反作用はスモール M の物体はラージ M の物体を押しますってことは、ラージ M の物体にかかる力、ラージ M にかかる力は全部緑にしておきます、ね、必ず同じ大きさの力がかかるんだと N1。 そうするとね、こういうことを言う人がいるんですよ。あれと、 N1 と N1 なんでこんなもん書くんだ、これ打ち消し合ってゼロになるんじゃないかってね。でもね、よく考えて、物体は、なんで君らそんなこと考えちゃうの。物体は皆さん力書くときは一個一個の物体に注目してって言われたんでしょ。ってことは、この N1 はこの物体にかかる力、そして運動方程式ないしは釣り合いの式、まあ同じものですが、釣り合いの式を立てるときはこの N1 はこの物体の中に出てくる式にですよ。 N1 というこの文字はね、この物体の式の中に出てくるものですよ。こっちは全然違えじゃん。こいつはこいつに注目した時に出てくる式じゃん。なんでこいつとこいつにかかってくる式とこいつにかかってくる式がね、勝手に消しちゃうの。文字ダメダメ、ちゃんと一個ずつ書くって約束で、一個ずつに注目して運動方程式立てるんですから。さあ、じゃあ接触力1個ありました。そしたら MG、 ここ行こう、ラージ M 行こうぜ。このね、今度はこいつに注目します。もう1個は書いてありますが、はい、じゃあ行きます。重力、そしてあとは接触力1個終わってます。はい、もう1個終わってたらこの物体です。ここね、ユーカーがこの物体を押しています。だからこの物体に N2 がかかってます。そうするとこの物体にかかる力、今全部緑で書きました。ってことはほら、こいつはこのラージ M のこの物体は、床は今この物体を押してるのかね、じゃあお返しに床にかかるよ。ちゃんとこういうの書いてますか。これ誰が感じるの。床が感じるんですよ N2。 でもさ、ね、先生 N2 こんなところに書いてあるの見たことないよ、問題集とかもあんまないよ。なんでないのか考えてよ。だって床は一応動かない設定になってるでしょ。だから書いても意味ないよね、問題解く上で。だからないかのように見えるだけでちゃんとあります。いいですね。さあ、そしたら、ね、これで全て力が書き終わりました。じゃあこの後何をするの。一個一個に注目して釣り合いの式立てるんだったろ。じゃあ行くよ。この物体だけ見ろ。この物体にかかる力全部青だよ。青しか見ちゃいけないってことだよ。青見てごらん。ね、いいか、よく考えて、この物体ってピーで振動してんの。振動してない。なぜ。上にかかってる力と下向きの力が釣り合っているから N1 イコール MG。 ね、それと、はい、行きます。ここはって言ったらラージ M の物体見てよ。ラージ M の物体今度は緑の力しか見ないよ。あ、上から押されてるんだな。でこいつは MG 下にかかってるんだな。だけどどうしてこいつプルプルしないの。なんで振動してるわけじゃない。どっかどっちか動いてるの。動いてるわけじゃないの。そう、当たり前だよ。こいつとこいつ足したのがこいつで支えられてるからね。ちょっと力のもう長さおかしいけどごめんね。N1 足す MG イコール N2、こうですよね。とこいつはスモール M についての釣り合いの式、こっちはラージ M についての釣り合いの式でしょ。で、はい、 N1 は MG って分かってんじゃん。あ、なんだこの N1 は MG か。あ、なるほどね。じゃあこれ MG だ。よって N2 イコールスモール M プラスラージ M の G だとね。こんな風になるわけですよ。大丈夫でしょうか。ちゃんとこうやって分かってる上でやるんだったら、さっきみたいなガイドでも OK です、ね、一体となってて考えちゃっても OK だけどさ、こういうことを説明できないんだとしたら絶対に毎回毎回やるべきだよ、ね、物理2の人たちは分かってますね、この重要性が。すげえ複雑な問題になってきたりするわけ。その時にできないってことがないようにしてほしい。はい、そんなことでまず力についての説明が終わりました。